後半です。前半に続いて感情を表す瞬度、つまり、こういう流れになるプロセスだったのかみたいなことが意外であったりすると、そういうような感情を表す瞬度、これは if 接中にも延長されます。 if 接中だったらそういう流れになるならば、そういうプロセスであるならばということで、そこにやっぱり意外な感じが出るんだな。If you should come to Japan, never fail to visit us. まあ、never fail to は必ずしてください。し損ねることがないようにね。これだと、日本に来ることがあれば、必ず訪問してください。これは、まあ、普通に生活していれば、日本に来るなんていう流れにはならないと思うけども、まあ、もしそういう流れにでもなれば、という感じがありますね。そういう流れになれば、まあ、もともとシャールはそういうふうな流れになるようになっているから始まって修道につながってましたよね。 If you should change your mind, do let me know、気持ちを変えるなんてことは、まあ、なさそうだけども、まあ、もし気持ちを変えるということにでもなれば教えてくださいね。で、必ず教えてくださいね。まあ、do を命令文の前につけると結構強くなりますね。まあ、そういう流れにはなさそうだが、まあ、もしそういう流れにでもなればっていう感じだね。で、この、should は、if を消して疑問文の形に統一することができます。should you miss a class? これが、if you should miss a class と同じです。授業に出られない場合は、いや本来出るべきなんだけども出られないことがあれば、 Please be sure to get notes and other important information from a classmate. 必ずノートと他の重要な情報をクラスメイトから得るようにしてくださいね。まあ、結構丁寧な依頼になってます。表現としては結構丁寧ですよ。距離感あるしね。If you miss っていうよりは、should you miss の方が、まあ、もし万が一でも、ひょっとしてそういうことでも起こってしまえば、こうしてね。We would be delighted to hear from you. ここまでで、あなたから連絡をいただければ、嬉しいです。お聞きしたいです。Should you have any comments?何かコメントが終わりでしたら、これはひょっとしてコメントはないと思うけどさっていうよりは、まあちょっとこういうことに、この手術を使うことによって控えめな感じは出て、まあもしコメントでも終わりでしたらお聞かせ願えればありがたいです。まあこういう表現になります。あ、そういうことにでもなればという手術の延長線上にあります。今回の手術の最後です。主張命令提案、まあ、要求決定とかよく言われますが、そんなことを一生懸命主張命令提案要求とか覚えたって意味ないし、覚えることによって、こう何、頭が動かなくなることがあるからね、などの対象となる 雑説中のに出度が置かれることがある。で、これはもともと原型だったんですよ。で、主張命令提案要求って何なのかっていうと、例えばこうなるように主張するっていうのは、現在そうじゃないよね。現在そうじゃないものをそうなるように変化させるように主張したり命令したりするわけだな。つまり今と違う状態になれよっていう時、原型使うんです。原型っていうのは未確定な場合に使います。だからやっぱり助動詞の後の原型使ったら、未確定だからすることになるだろうとか、することになるかもしれないとか、未来のことを表していくと異なるでしょ。原型そのものの本質は未確定であると、ね、未完了であると。なんか命令文の時、原型を使いますよね。あれは、そのように未完了なんだけども、そのように向けろという意思、向けろっていう力を加えていくわけだ。まあ、これは命令法っていうんだけど、やっぱり原型を使っているところでは未完了なんだということのニュアンス、これは非常に強くあるわけだ。
だからこの場合は、決めるとか命令するとか提案することによってそっちを実現に向けようと、つまり実現への力が加わるわけだ、ね、これによって今そうではないがこうすることによって絵の力、これが加わっていくわけだ。でこの単元に関しては仮定法現在なんていう言葉は使われたりするんだが、私はむしろその言葉は有害だと思う。つまり言葉だけ知ってどうすんのっていうことになりがちな文法用語だと思う。文法用語を知ることによって、あ、そういうことねって思いやすい場合もあるし、知ることによって分かった気になるだけで終わるっていうこともあると思うんだよね。これはもう実現に力を加えているときはその対象となるのは未完了なことなんだから原型を使うと考えてくれれば、まあ収まりつくと思うんだよね。でもっと言うと命令文の時に原型を使うのと似たようなニュアンスだと思ってくれればいいんだよ。でもともと原型だったんだけども、イギリス人は原型に対しておしゃれじゃないと思ったんだ。なんかこう粗雑な感じがしたんだろうね。だから何か足したくなったんだ。そこでシュッドを足したんだよ。ところがまあこれもいつか話すかもしれないけども、まあ、あのイギリスの場合は貴族っていうのがあってサロンっていうのがあって、そこは狭い世界なんだよ。で狭い世界でこうなんとか夫人がシュッドを使い始めて、サロンの中で流行り始めると使わないと下品になっちゃうわけよ。あらまあ原型だこの人って思っちゃうわけよ。私たちは進化したんだよ、遅れてるってなっちゃうわけね。そうなるとシュッドを使うと。そして昔は言語は上から下へ広がった。今はどっちかというとみんなが使えば OK って言って広がる多数決だけど、昔はどっちかというと上から下にこう使ってるらしい、じゃあみんなも使わなきゃみたいな感じで広がっていくわけだな。だからイギリスではシュッドが爆発的に流行っていったわけだ、ね、ところがアメリカの場合はそういうところはないので原型のまま残ったわけだ。そういうアメリカの英語のことをイギリス人はメイフラワーイングリッシュ、あいつらメイフラワー号に乗ってきて当時の英語を学んだと思ったらまんまじゃんみたいな感じでバカにしたわけだ。ところがアメリカ英語の方が今や世界の中で優勢だ。そうするとこれイギリス人もまた原型を使い始めている流れも出てきた。つまりイギリス英語上品、そしてアメリカ英語見下し系から、いや、やっぱりみんなアメリカは強くなってきたし、そっちよくね？で、原型への回帰っていうのも少し起こりつつあるっていう話だ。まあ、そう思うとまあね、うーんってちょっと思うと思う。で、よく参考書で、シュッドプラス原型、シュッドは省略可能って書いてあるものが未だにありますが、それはさすがにもう撲滅したいな。教え方についてはさまざまな教え方があっていいと思うし、まあ、できるだけその教え方はいけないっていうのは言わないようにはしたいと思ってる。まあ過度な単純化だけはやめてほしい。そこはちょっとあまりにもひどくないっていうのはやっぱり言いたくもなりますが、まあ、そうじゃなくて教え方の違いであれば言いたくないんですけども、嘘は教えちゃいかんやって。シュッと省略可能って誰もシュッと省略してないもん。そういう勉強してるとぐちゃぐちゃになるからねっていうふうに思い、そういう勉強の時こそ仮定法現在とかなんか言葉だけが踊ってる感じがするので、もしそういう参考書が、まあ、昭和だろうね、いまだに手元にあるならばそれはまあどっかにしまい込むか捨ててしまうとということ、もし学校の先生がそういえば、戦いを挑まず、介護の精神だな、ああ先生気の毒な人だな、今言いに行ったってきっと怒るだけだし、切れられたら嫌だし、名前切って思われたら面倒くさいから、まあ、あの介護介護と、ああ昔はそう言ってたんだね介護というふうに思ってくれればいい、まあ、私が雑談始めた時もそうで、雑談始めやがってと思わないで介護介護、機嫌よく喋ってんだから介護の精神で聞いてくださいというわけで、原型ね、シュッドね、例文いくよ。 They demanded that their salary be raised. Their salary should be raised. 彼らは給料を上げろと要求した。It is necessary that he should attend the meeting. 彼が会合に出席することは必要だ。これはまだ出席することに決まってないんだよ。だから出席することが必要だ
ということによって出席を向けようとしているわけだな。It was decided that they should discuss the matter at once. 彼らはすぐにその問題について議論するように決議されたと。これからそうしろというように決まったよという話だ。で、注意。He suggested that Jane was a liar. サジストは提案だったらこうこうしようぜ、実現しようぜ、で実現への力を加えることになるが、これは示唆する、ほのめかす、ちらっと言うは違うよね。サジェストが来たら原型っていう勉強はダメだよ。ジェーンは嘘つきだということを彼は示唆した。ほのめかした。ね、これはどうだろう。He insisted that he was innocent. 彼は自分は無実だと主張した。これは無実だということは、まあ事実だよね。あるいは事実としてだよね。まあ嘘かもしれないけど。事実として主張してるわけだから、無実にしろって言ってんじゃないよね。無実に変えろって言ってるわけじゃないよね。だからこの場合はこの実現への力は働いてないよね。だから当然時制の一致でわずになっていいわけだ。でそれに対して He insisted that the party be put off should be でもいいよ。パーティーは延期されるべきだと主張した。延期しようぜで延期に対して実現への力を加えてるわけだから B になるよ。インシストが来たら原型、サジェストが来たらシュッド原型原型っていうのは違うよって。なぜそうなってるのかを考え当てはまればそうするということなんだよっていうように勉強してほしいわけだ。それを踏まえて、あ、移す時間あったかな。ちょっと時間取ろうか。はい、それを踏まえてクイズ、このクイズの答えは次回の頭でやります。 A、B、C どう違うか。 He insisted that Jane paid the bill. He insisted that Jane had paid the bill. He insisted that Jane paid the bill. まあ要は違うのはここと pay、 had paid、 pays、 これが違うだけだが言ってることは全然違います。まあ、今日の授業を復習してちょっと考えて次回の授業を臨みましょう。で最後に、まあ、シュッドを使った名言一つ紹介して終わります。これはホーキング博士、まあ、亡くなりましたけども、まあ、車椅子に乗った宇宙物理学者、まあ、ホーキング宇宙を語るなんていうのは、ベストセラーになりましたし、英語版を私もテキストに取り入れて、まあ、生徒に読ませたりしました。まあそれがイギリスのガーディアン紙のインタビューで、人っていうのは自分の人生をどう生きるのがいいか、いいと思いますかって聞かれた。その答え、まあ彼の考えだ。We should seek the greatest value of our action. Of our action. ここはいいよね。自分の行動の価値を最大限にすることを求めるべきだ。まあ価値っていうのもあれだけども、自分の価値じゃないんだ。自分の行動の価値だ。それがまあ人生の生き方としては、つまり行動しろと、行動してその価値を高めろと、まあ人を判断するときにはその行動で判断するというような話なんだろうね。ここがまあホーキング自身が車椅子に乗って動けない状態の人であって、そしてそれに対して行動の価値という言葉で表したのが非常にまあ面白いなというふうにまあ私は思いました。ということで今回はここまでです。じゃあね。 See you. Bye bye.